見える会館メルマガ。こんにちは。一般社団法人会館 GP の村松大輔です。 本日はですね、この公式 LINE ご登録者の方からですね、いろいろと、えー、たくさんのお悩みとかですね、ご質問いただいております。で、本当にこう、お父さんとの関係とかね、パートナーシップとか、子供のこと、子供がね、学校行く行かないとかですね、あとご自身のご病気のこととか、あとですね、もう仕事のこと、経済のこととか、いろんなお悩みがあると思うんですけども、実はですね、この出来事はいろいろあるんですけども、その出来事を自分がどんな意識で揺らすのかなと、これどうしよう、 どうしようどうしようってこう、悩みの意識で揺らし続ければずっとこ悩みになってしまうし、でも例えば自分がものすごくこう大好きなものを食べてるときとかね、えー、好きな映画を見てるときとかいうときってその悩みがないじゃないですか。で、そのときは自分の意識が大、これ美味しいとかね、これめっちゃ感動するとかっていう意識状態のときにはこの悩みがないので、悩みっていうのは実はですね、こう解決できなくって、 悩みの出来事をですね、あの、なくすこともできなくって、ただ、悩みのない周波数があるんですね。悩みのない周波数があって、でそこに入ると悩んでいないと、美味しいもの、ね、を食べている、アイスクリームを食べていますとかって、美味しいものを食べているときって、ああ、美味しいってこうなってるときって悩んでいないので、で、そうしたらですね、意識的に悩みのない周波数に入るんですね。それでどうすればいいかと。 言うと自分の大好きなことに没頭するとかですね。あと、まあ、できれば瞑想とか、自分の呼吸法とかを持っていただいてで、呼吸法も鼻から1、2、3、4て7秒吸って、口から10秒吐くみたいな形にですね。で、自分でカウントしながらやってると、 数える方向に意識が行くので、えー、結構ね、呼吸にこう意識入るので、ちょっとスーッとこう、自分のフォトン振動数が落ち,じょ落ち着いた状態にこうなっていくので、そうするとね、えー、いつの間にか悩みのない周波数帯になっているので、なんかこういろいろ悩み始めたら、この現象をそのまま、あ、どうしようどうしようどうしようってこう考えるのではなく、 人間の関係をね、あどうしようとして考えるのではなく、そ,のいるそこにいるとずっとこう悩みの周波数で揺らしてしまうので、呼吸法でね、1、2、3、4、5、6、7秒って吸って、で10秒吐くというふうに、それをね、えー、1分とか5分とかってこうやってるうちに、いつの間にか、あれ、なんか心が楽だと。 その心が楽っていう観測で、えー、周りを揺らしてあげると、えー、悩みのない状態。現象はあるんですけど、意識が悩んでないという状態ですので、そういうふうにね、えー、意識的に悩みのない 状態周波数帯に入るということを心がけてい,っていただければ本当にこう安心した時間が増えてくるとどん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 現象自体も落ち着いてきますのでえそういうふうにやっていっていただければと思いますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら